信じられし闇を語るだ闇にいられる鬼となる。友人の看護師さんで、まあ、けさんという方がいらっしゃるんですけども。その方が幼少期の頃に体験したお話なんです。まあ、ある日ね。まあ、家族でご飯を食べて、テレビを見ていたときに。 イさんのお父さんが「今週の日曜日美術館に行こうか」って言うんですってまあさして美術なんて興味のなさそうな父親からまあそんな言葉が出てきてまあ家族一同驚いたんですけどもイさん嬉しかったって言うんですね。まあ、なぜかというとその時やっていたのが見に行きたいなとは思ってはいたけどもなかなかこう自分で行ける距離ではなかった。 お父さんが車出してくれるんだったら、簡単に行けるから、よかった。まあ、ワクわくしながら、週末を迎えて。家族で昼食をとってから。まあ、その美術館に車に向かっていたんですね。で、まあ、ついてみるとね、やっぱりこう人でごった返してるわけですよね。で、まあ、なんとか車を止めて。中のミイラをこう、見ながら。まあ、結構あっという間に、もう見終わってしまった。 まあ出てきたんですけどもちょっと時間があるねってなってどうしようかと思った時に目のの前でもまた別のイベントをやってるでそれが何かっていうとこれどういうことかというとそのもともとその古墳の公園の中に美術館が立ってるんですよね。なのでまあ継いだからっていうんでそのね古墳のイベントの方にも寄ってから帰ろうってそのイベントにも寄って。 まあ満足して帰路についたそうなんですけども川沿いの道をねまあ車でずっと走るわけなんです。で何気なくこう川の方をイさんぼーっと見てたら川沿いをね人が歩いてるそれも一人や二人じゃないんですって何百人という人が列をなして歩いてる。で見てみるとねその服装っていうのが。 すごいこう特徴があるというかこうもう布をつなぎ合わせたようななんかこう一枚の布みたいなそんなような服装をしてる人がもう何百人と列をなして川沿いを歩いてたっていうんですよ。何やってんだろうあれと思って「ねえねえお父さんあれ何?」って声をかけたらお父さんは「え何どれどこ?」って。K さん以外そのの人たちが見えてないいででですよでもねその歩いてる人の中では ね、長い槍のようなものを持っている人とかなんかこうシャーンシャーンってこう音もしてるし何だろうあれこういう夕日に染まったこう川沿いをねこう歩いてる人たちを見ながら圭、まあ、さん眠りについてしまって、まあ、気が付いたら家に着いていたっていうんですけども、まあ、それから普通にこう過ごしていたある日ですね圭さん鍵っ子だったんですね。 なので家に帰るとと。誰もいないななので、毎回こう家に帰ってきた時に庭にいるこう犬と遊んでまあ気が済んだら家に入ると、まあ、いつもこの流れをとってた、まあ、今でいうルーティーンってやつですよね。まあ、その日も家に帰ってまず庭にいる犬とこう遊んで部屋に入ろうかなと思ってたらその犬が自分家の方に向かってワンワン吠えてると。 なんで吠えてんだろうなってその時間誰もいないはずなんですよ。で当時このイさんが住んでいた家というのがちょうどこう正方形のような形をしている2階建ての家なんですけどもその四隅に部屋がこう4つあって真ん中に廊下がこう十字のように走ってる。なので庭の縁側からこう上がることもできるわけなんですよ。で上がると廊下がまっすぐ続いていてその奥に トイレの扉があるんですけどもいつも見えているはずのそのトイレの扉が見えないって言うんですよねあれなんで見えないんだろうなと思ってこうよく見てみると何かこう黒いテカテカしたねこう壁のようなものがそのトイレと縁側の廊下の間にあるって言うんですよなんだあれとなんかこう してるる感じがわかると気持ち悪いな何だろうあれとちょっと近づいて見てみようと思って、まあ、庭からガラガラッと開けて中に入っていくわけですただあまりにも気持ち悪いから、まあ、触りたくもないしあまり近づきたくもないなと思ってすぐ床に置いてあった、ね、新聞紙それをちぎって丸めてこうポーンって投げてみたって言うんですよそしたらその黒い壁のような中ところにスッと入ってくるなんだあれ とね、そのぬめぬめした壁が少しずつグーッてこう何が出てくるんだろうなと思って見てるとおよそ現代人らしかなる顔をしたまあ男性その黒い壁の中からぬーって出てきたっていうんですよ。こっちを見るわけでもなく目をつぶってるでも口元を笑ってたっていうんです。 うわ気持ち悪いとケイさんはもうそこに手元にあった新聞をこうちぎってあまるめでその変な顔に向かってこう投げ続けたいくつかがその顔にポーンと当たったっていうんですよねそうしたらその顔をスッてこう引いてったと同時にその黒いヌメヌメした壁もファッと消えた目の前にはいつものトイレがある何だったんだあれ怖いから まあ、お姉ちゃんが帰ってくるまで庭で待ってよと思ってそのまま犬と遊びながらお姉ちゃんが帰ってくるまで待ってたんですでお姉ちゃん帰ってきた家に上がってみてケイさん驚いたんですよね自分がちぎって投げた新聞紙どこにも見当たらないっていうんですよ家の中探してもどこにも落ちてないでも間違いなくちぎられた新聞紙がここにあるん あの丸めたた新聞紙どこ行っっちゃってたんだろうもし私が何かの間違いであの空間の中に入っちゃってたら今頃どうなっちゃったんだろう今考えてもゾッとするって言うんですよね。でこれ何かきっかけのようなことあったんですかってこう圭さんに聞いてみたら圭さん曰くおそらく あのミイラ店と一緒に見た古墳だと思うとたまたまやっていたその古墳のイベント何かというと何百年かに一度そのお墓の入り口を開ける開けて中が見れる時があるたまたま行った時そんなイベントをやってたで中にも入れたしどういう構造になっているのかも見れた。で おそらくその帰り川沿いで見たあの何百って人たちはその何百年かに一度開かれる五分の扉から出てきた何かなんじゃないのかなってあの時家に出てきたあの男性の顔もう明らかに現代の人の顔ではなかったそこって私つながってると思うんですよねでもあれ以来なぜかその黒いヌメヌメしたもの家には出てないんです。 その黒い壁の中その向こう側一体どうなっているんだろうなってものすごいこう興味深い話を聞かせていただきました空間という話ですありがとうございます